皆さんこんにちは、渡辺です。もう笑ってたよ、ずっともう、池田さんにちょっと手伝ってもらって、でもう今回もう最近切ったね、はい、ちょっと短く切ってボブになりました。ボブのまあ簡単なハーフアップのアレンジを作っていこうと思います。で、まあ、春にちなんで、ちょっと爽やかなこうふわふわっとした感じで作っていこうと思うんで、よかったら参考にしてみてください。で、まあ、今ちょっと巻きました、軽く、まあ、毛先とかちょっと跳ねさすぐらい巻いたんで、まあ、その状態でやっていきますんでお願いします。では始めていきます。じゃあ始めていきます。で、まず表面の髪の毛、ごめんね、だいたいこのぐらいですね。このぐらいの髪の毛を、まあ、後頭部までぐらいの髪の毛を取って、こうやって、まとめておきます。で、まとめた状態でボリュームをちょっと出しておきます。まあ後で出してもいいんですけど、まあ最初に出しておいた方が綺麗に出やすいんで、で、このままゴムを結びます。巻いといたらもうこれだけでも全然可愛いんですけどね。こんな感じで、で、次横の髪の毛を、まあ遅れ毛ちょっと軽く下ろしといて、で、ちょっと最近なんか耳に少しこうかぶってる感じというか、耳がこうがっつり出る遅れ毛よりはちょっとなんかかぶってる遅れ毛の方が可愛いかなと思うんで、ちょっとこういう感じでやります。で、横の髪の毛をちょっとだけねじりながら、はい、戻ります。で、ボリューム出して、で、このゴムの上に髪の毛を乗せてピンで、こっち側から左側から右に向かってピンをつけていきます。こういう感じで、で、逆も、あ、ちょっとごめんな、ごめんな、ちょっとだけ耳に少しだけかかるような状態で遅れ毛を下ろしといて後ろにねじります。こんな感じで、ちょっとボリュームを少し崩して、はい、後ろ戻るね。で、またその上に向かってここでピンを、次は右側から左に向かって、だからどっちかというとこう巻き、まあ持ってきた方に向かってピンを差し込むと取れづらいです。こんな感じ で、あとはまあ普通にこうルーズに全体的にバランス見て崩すだけでできるかなと。こういう感じで、こっちも行くね、こういう感じで OK です。できました。もう本当に簡単にできるアレンジで、まあねじってもいいですし、そのままなんていうんですか、持ってきてもらってボリューム出しても全然可愛いんですけど、まあねじった方がルーズ感が結構しっかり出るかなと思うんで、まあよかったら皆さん試してみてください。 OK まあこんな感じでお送りしました。また、コメントだったりとかリクエストお待ちしてますので、よろしくお願いします。では今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。ではさようなら。